今日もそれで、その顔で大丈夫大丈夫です。吉村さん、かなりです。吉村さん、呆れますよ、その顔見たら。じゃあ、吉村来たらやめました。大丈夫ですか。大丈夫です。消費税増税しても、税収が上がらない、はい、そんなことがあるんですか。そうなんです。というのもですね、消費税を増税すれば、確かに 1% ですし、2兆円の増収が見込まれるとされています。はい、ところが、これには、前提条件があるんです。前提条件があるんです。その前提条件とは、消費税が増税されても、景気の状況が変わらない、はい、経済環境が変わらなければというのがその条件なんです。なるほど。つまりですね、でも 8% から 10% 消費税が増税されたら皆さんどうでしょうか。この今から銀座に向かう皆さん、今までと同じように大きなお買い物をしてくれますかというお話なんです。確かに家とかですね、車とかちょっと大きな買い物はしづらいかな。そう、買い控えが起きてしまう。マインドが冷え込んで、そう、消費マインドが冷え込んでしまう、はい、もっと大きなのは民間企業の投資ですよ。設備投資、設備投資、何百億円、何千億円という単位ですから、 2% 消費税が増税されたら影響が大きい、はい、だからやっぱりやーめた、そうなった瞬間にもう景気は一気に落ち込んで、税収は上がるどころか下がってしまう可能性が極めて高いんです。なるほど。確かにこの国は過去3回消費税増税やってきましたね。3、5、8とね、はい、その度ごとに景気がドッカーンと落ち込んで、税収もドッカーンと落ち込んだ、そんなことを経験してきたじゃないですか。そうなんです。過去3回消費税を増税して税収を上げるどころか、皆さんにただただ負担を押し付けてきた、この失敗をですね、自民党、公明党は今回の選挙で勝ったらまた同じ失敗をやろうとしているんです。なるほど、なるほど。おとさん、やらさん、なんでしょう、そんな消費税は増税させてはいけません。どうでしょう、分かったでしょう。増税凍結してください。ましょう、日本維新の会にやらせてください。増税凍結、私やりますよ。消費税増税凍結を日本維新の会にやらせてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本北さん、はい、やります。消費税増税は税収が足らないからやるんですよね。そうなんです、お金がないんです。じゃあ増税をせずにどうやって財源を出すのか、それを言わなければあなたは無責任。無責任です。無責任ですよ。私が無責任。あなたは顔も形も無責任。髪型のことを言いたかった。髪型のことを言わない。はい、髪型言わない、はい、まだ整ってます。吉村さんに怒られますか。吉村さん、昨日髪型整って財源を言ってください。財源をどう確保していくのか、これを言わなければ確かに無責任です。はい、私たちは増税の前にやるべきこと、できることがまだまだたくさんあると思っています。増税の前にやるべきことがあるんだ。その増税の前にやるべきことの最初の一丁目一番地が、日本維新の会といえば身を切る改革、これをバシッと私たちは断行させていただきたいと思っています。身を切る改革とは、国会議員の報酬を3割カット、国会議員の点数を3割カット、これぐらいのことをやらなければ皆さんに負担をお願いするのに、増税有権者の方は納得してくれないんじゃないでしょうか。確かにそうですよね。おとしたさん、はい、柳田さん、政治家はね、本当無責任。無責任です。皆さんもう生き残ってください。持ってください。皆さんには増税をお願いしておきながら、国会議員は朗々と暮らしている。そうだ、国会議員の定数は増え続けている。6名も増えたんです。国家公務員の給料も増え続けている。右肩上がり。こんなことが許されていいでしょうか。民間企業であったら経営者の首が飛んだり、報酬が半分になったり、当たり前のことなのに、日本の国家経営をしてきた政治家だけは全く責任を取ってこなかった。これが今までの古い政治のやり方なんです。まさに無責任。無責任。あなたは無責任。僕は許さないでください。政治家は無責任です。誠に申し訳ございません。ですからまず身を切る改革をやらせてください。やらせてください。身を切る改革をやらせてください。身を切る改革をやっていくのか。日本維新の会にやらせてください。ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。では音喜多さん、はい、やりました。身を切る改革をしても出てくる財源はほんのこれっぽっち。確かに国会議員が見送りだけでは数億円単位、はい、消費税の増税では4兆円、とても遠く及びません。確かに財源はどうするのか、これをはっきりと言ってください。そうなんです。私たちはそのでは身を切る改革の他に増税に頼らない、さらなる借金と重ねない第三の道を行きたいと思っています。第三の道がある。その第三の道はズバリ経済成長。経済成長を成し遂げることで税収をアップし、子供たちには借金ではなくて財産を残していきたいと思っています。経済成長いいでしょう。
もうね、このやこの親顔が経済選手を近くにいるからやりましょう、皆さんすごいイラッとしてるいいでしょうやりましょう、皆さんおとつかさん、はい、やりますさん、なんでしょう経済成長なんかもう10年も前から聞いてますよなんと各政党のマネフェスト見てください公約集ねどの政党も経済成長、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 経済成長書いてありますよ書いてありました他の政党の経済成長と日本維新の会の経済成長一体何が違うのかこれ説明してください他の政党の経済成長戦略は一言で言えばばらまきなんですばらまきなんですたくさんお金を使って補助を出したりですね家賃補助手当を出したりなんとか手当皆さんの家計を温めて消費を増やしていけばいずれ景気は回復するだろうそれが他の多くの政党の経済成長戦略ですなるほどでもですね確かに家計を温めることは重要ですけど重要ですねそれだけでは景気は回復しないなぜならば経済の主体というのはまさに働く皆様方そして企業事業者この産業全体を元気にしていかなければ抜本的な経済成長というのはできないんですなるほど家計を温めて消費をアップさせるこれは極めて重要なこと確かに重要でもこれだけでは経済成長どんどんどんというふうにはいきません残念ながらこの企業の活性化産業の活性化これをしっかりとやらなければいけないんだそういうことが言いたいんですねそうなんですそしてこの産業を活性化するためにやるべきことにお金は必要ありませんやるべきことはたった一つシンプルに規制を緩和して既存のルールを取っ払って既得権組織をぶっ壊す新しい産業を育っていくこれができればこの日本そして東京都はもう一度力強く経済成長することができるんです規制緩和やりましょう皆さん規制緩和、はい、いいでしょうすごいドヤ顔してるんです来ましたねこれ決まりました決まりましたねこれはい音塚さんはい柳田さん何でしょうかその規制緩和と言ってますけどね、はい、規制緩和なんて話はもう10年も前から聞いてますよなんということですか安倍さんが言ってましたアベノミクス3本目では規制緩和がプルーありましたね経済成長にとって最も重要なのは規制緩和なんですこのように安倍さんが言ってたじゃないですか言ってたじゃないですかモノマネですか今のはいやモノマネ似てませんでした、はい、でも安倍さんが規制緩和が大事だと言いながらこれを実行することができませんできなかった安倍さんにできなかった規制緩和がなんでこの35歳の小僧言うまさに小僧まさに小僧音来た瞬できると言うんですかなるほどなるほど確かにまず安倍さんがなぜこの規制緩和ができなかったのか、はい、やるべきことが分かっていたのにできなかったそれは安倍さんには、いや自民党にはしがらみがあるからしがらみがあるからしがらみとはこれすなわち企業団体献金を受け取ってしまう企業団体献金を受け取ることあるいは交流選挙の時に票やお金を取りまとめてもらってしまう票やお金を取りまとめてもらうことこれをしてしまった政党政治家にはもうしがらみにまみれて規制緩和も改革も進めることはできないんですなるほど確かに企業団体献金というのはなんで企業や団体の皆さんが政治家にお金を払うのかそれは見返りがあるからです彼らは営利見返りがあるんです見返りがあるんですその見返りとは一体何かいえば言うならば企業や団体を守ってくれもっともっと守ってほしいと規制を作ってくれもっともっと強くしてほしい参入障壁を高くしてもっと高くしてほしい私たちの団体を守ってくださいそうなんですそのためにお金を支払うのがこの企業団体献金そうなんですこれでしがらみまみれているところがですね、山本さん、はい、なんとこの日本たくさんの政党がある中で、はい、たった一つだけこの企業の団体献金を受け取らない政党があるんですこの日本でこの日本で企業の団体献金を受け取らないそんな既得な政党があるんですかそれは日本維新の会東京選挙区から立候補しております音喜多駿全国比例から立候補しています柳瀬弘樹ですありがとうございますそう我々は企業団体献金を受け取らないしがらみがないからこそどんな大きな組織の顔色も伺わずどんな既得権益にもおもねらず思い切った規制緩和これを進めていくことができるんですなるほど音喜多さん、はい、今重要なことを言いましたありがとうございます確かに音喜多さん柳瀬さん日本維新の会と他の政党一体何が違うのかと聞かれたならばそれはしがらみがあるのかないのかそれは企業団体献金を受け取っているのかいないのかまさにこのしがらみ精神私たち日本維新の会はこのしがらみの元凶が企業団体献金なんだ
これからこれから受け取ることをやめた、うん、一切受け取らない、ただ一つの政党、唯一の政党なんです。だから私たちには規制緩和を断行することができている、経済成長を実現することができるんです。そうなんですね。いいでしょう。じゃあ、連打しということで大丈夫ですか。大丈夫です。まもなく吉村ひろふみ知事が参りますので、ね、ちょっとあの吉村さんの曲ちょっと緊張してるんですね。たくさんお集まりいただいたので、ね、ありがとうございます。この後吉村ひろふみさん、あの大阪府知事、大阪府知事、大阪維新の会代表代行吉村ひろふみさんがやってまいります。まもなく参ります。もうしばらくお待ちください、はい、でも音喜多さん、はい、山本さん、最後にですね、規制緩和をしてですよ、してですよ、経済成長を実行できる、それが維新の会なんだ、それ分かりました、ありがとうございます。じゃあその日本維新の会はですね、経済成長して税収を上げて、そのお金で一体どんな日本の未来を作っていくのか、これが重要ですから、ぜひこの話をしてください。私たちはですね、身を切る、規制緩和で既得権をぶっ壊す、こういうことを言っていると非常に怖い、節約ばっかりの政党だと思われがちなんですが、そうです、違うんです。私たちはその生み出した財源を大胆、次の世代のために使っていく、その一丁目一番地の公約は、例えば教育の無償化、教育の無償化、私たちは右でも左でもなく、ただ前を向いて子どもたちのために政治を行っていく、それが日本維新の会なんです。ありがとうございます。さあとうとうやってまいりました、やってまいりました、この時が来ました。よろしくお願いします。大阪府知事、そして、大阪維新の会代表代行、吉村博文さんが参りました。やってまいりました。ありがとうございます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 。すいません、もうこれをつけていただいてありがとうございます。すいません。はい。いやもう柳瀬さん、私音喜多さん。いきなり。どういうことですか。いやもう万歳になるじゃないですか。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。大阪府知事の吉村です。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。今いろんなところで選挙やってるんですけども、どうしても僕は東京の選挙区の音喜多さん応援に来たかったんです。音喜多さん、まあ、いろんな政党で行ったんじゃないの？音喜多さん、なんで維新なの？言われるかもしれませんが、音喜多さんは維新の会で新しいチャレンジをしようとしている。音喜多さんはまさに我々維新の会の仲間なんです。ぜひ皆さん、音喜多さんよろしくお願いします。それから柳瀬さんはもうずっとね、もう維新でやってきましたけども、まあ、今回国政に挑戦するということで、音柳コンビでこの若い2人でやろうとやってます。ぜひ皆さん、この若い2人のこの若いパワーにぜひかけてもらいたいんです。で、僕は大阪府知事をする前、大阪市長の前は、まあ、国会議員を辞めて大阪市長に出ました。で、当時は大変だったんです。あの橋本市長というものすごい、まあ、政治家が引退するになって、その後をやる、僕がやることになりました。大阪市長に挑戦することになります。で、その時いろいろ言われたんです。お前みたいな若いやつできるの、お前誰なの、何なのお前、そんなやつにできない、最初はそう言われました。でもまあなんとか歯食いしばりながら、もう重ねてなんとか改革をやって、まあちょっとずつですけど大阪や関西の皆さんに頑張れよと言ってもらえるようになりました。そして今大阪府知事という立場でまた新たに頑張ろうとしています。今まさに音喜多さん同じだと思うんです。若い立場でね、これからチャレンジしていこう、音喜多さん若いけど大丈夫思われるかもしれませんが、いやいや違う、ちょっと待ってくれ、音喜多さん、まあ若いチャレンジでね、徹底的にこれまでやってきて、ぜひこのパワーで古い昔の国会をまあぐちゃぐちゃにしてね、ドカーンと大暴れしてもらいたいと思います。そういうのが音喜多さんだと思います。そして柳瀬さん、2人セットでぜひ維新の改革をこの国会に持ち込んでもらいたいんです。古い体質じゃなくて新しい風を吹き込む、それはどこの政党がやるのか、日本維新の会。ありがとうございます。スタッフの皆さん、お願いします、はい、あの僕自身も
今回の消費税の増税、ちょっと待てと、まあ、腹立ってしょうがないですよ、今回の消費税の増税、正直腹立ってしょうがないです。というのも、今の国会議員、完全にぬるま湯使ってるじゃないですか。で僕自身も大阪市長をやる前は国会議員短い間でしたけどやりました。国会議員を辞めて大阪市長に挑戦したんです。だから国会議員がいかにひどい状況かっていうのは僕はよく分かってる。だから皆さんにねここで告げ口ばらしていきます。ひどいですよ国会議員。あのねまず給料2000万円以上、この中で2000万円の給料をもらっている方いらっしゃいますか？いません。これが民間だったらいいですよ。でも税金なんです。払ってるのは誰なんですか？皆さんです。納税者の皆さんです。なんで税金払ってる方がしんどい思いして増税させられて、なんで税金受け取ってる方が楽な思いしてんの？高級なの？おかしいじゃないですか。こんなの2000万以上の給料ですよ。それだけじゃありません。これびっくりしましたね。あの給料以外に毎月お小遣いもらえるんです。僕びっくりしましたよ。毎月100万円お小遣いの金額、大体お父ちゃんお母ちゃんお小遣い1万円とか2万円でしょ。お母ちゃんにね毎月減らされて、それが毎月100万円のお小遣いを皆さんからもらってるんです。有権者納税者の皆さんから。なんでお小遣いか、文書通信費というのがお小遣い、領収書がいらないんです。領収書がいらない経費、こんなの世の中にありますか？皆さんが会社でお仕事してて領収書のいらない経費なんかあります？ありません。毎月吉村博文名義の口座に100万円借金チャリンチャリン入ってくるの、おかしいじゃないですか。だからこれを僕たち自身の会話は領収書をオープンにしようというのをオープンにしてるんです。でも他の自民党、公明党、民主党、共産党みんな口チャックですよ。領収書も使い道もオープンにしない、むちゃくちゃじゃないですか。給料以外に毎月100万円のお小遣いもらっておきながら皆さんには増税ですか？ちょっと待ってくれ、こんなのおかしいよ。これ変えていかなきゃいけない。変えるのどこの政党なんですか？日本維新の会。これやめた方がいいですか？いやいいですかこれ、大丈夫、ありがとうございます。これ増えてないですか？いや増えてますよ。もう僕は責任持ちませんからね。もう2人やってることですからね。いやー本当でもおかしいんです。だから毎月100万の給料、2000万の給料プラス100万円の領収書、お小遣いもらってるんでしょ。それで皆さんには増税ですよ。これ腹立ってしょうがない。なんで腹立つかっていうと、僕や橋本さんそうですけど、ずーっとやってきたんです。大阪の財政って本当に厳しかった、ずっと私だったんです。借金も多かった。だから徹底的に改革をしたんです。橋本さんと僕とで大阪市の借金というのは1兆円以上減らした。徹底的に借金を減らしていったんです。改革で借金をどんどん減らしていって、改革で財源を生み出していったんです。ただそれをやる前に大前提として政治家はぬるま湯使ったらダメだっていうんでね、徹底的にやったんです。自分たちの報酬、大阪市長の報酬なんて 40% 削減、そしてね、大阪市長にはね、退職金というのがあったんですよ、4年間で。大阪府知事もあった。4年間の退職金、いくらだと思います？給料以外の退職金が、なんと4年間で4000万円。誰が払ってんの？納税者の皆さんですよ。おかしいじゃないですか。だからこれはもうなくしました。給料もカット。その代わり役所の天下りもいっぱいあったやつはもう全部カットですが、なくしていきました。天下りは 70% なくした。それだけじゃありません。ホニャララ業界、ホニャララ団体、なんちゃら業界みたいなところに補助金が垂れ流し、何億円何十億円という補助金が垂れ流して、本当に支援を必要としている人たちや若い人たちに言ってなかった。だからその補助金を徹底的にガッサガッサ切って財源を生み出していったんです。でもこの補助金を切る作業、なんでできたか、業界団体、なんちゃら団体に対する補助金を切る作業がなんでできたか、これは我々維新の会が特定の業界や団体から選挙の支援を受けてないからできてるんです。特定の業界から団体、選挙の支援を受けて、こんなことはできません。それが証拠に、ちょっと前ニュース出てましたね、二階幹事長、自民党の二階さんが、業界団体で言ってたじゃないですか。
いや、選挙を応援してくれるところに予算をつけるのは当たり前だって言ってましたでしょ。あれは正直だと思いますよ。それが自民党の政治なんです。ずっとそうやって選挙も強いやってきた。でも維新の会はこんなことやったらこれからの社会どんどん税金しんどくなってくる、高齢化社会、特定の業界団体がお金を回す、あの古い政治はやめようというので徹底的にやってきたんです。だから改革で財源を生み出してやってきた。そして教育の無償化、今回増税教育の無償化と言いますけどね、皆さん騙されたらダメ。増税しなくても無償化はできるんです。現に僕はやったんですから。大阪市長という立場で3歳児から5歳児までの幼児教育は全部無償にしました。改革で財源を生み出してやったんです。増税じゃないですよ。借金は減らしながらやってるんです。なんで国ではできないんですか。国ではできないのはさっき言ったような特定の業界団体にばらまきの政治をしているからです。業界団体とは一線を引いて本当に支援を必要とすることところにお金を出していく、そして成長させていく、それが必要じゃないです。それをするのはどこの政党なんですか。日本維新の会。今のでね、大体300票を切りました。一発300票いいですか。この続ける、いやだからね、本当そう、あの増税、子供のために増税やらせよ、子供の教育のために増税やらせよってあれ僕は本当に腹当たるんでしょうがない。だって僕やってるんですから。橋本さんだってね、あの私学の高校の無償化やってるんです。でそれは松井さんもやって、僕も今大阪府知事でやってます。これも財源は改革で生み出してやってるんです。だから増税やらなくても教育の無償化はできるんです。なんでやらないの。その代わりまず政治家がぬるま湯に使ってたら絶対にできません。持ちつ持たれつの政治をやってたら絶対にできないんです。これをぜひね、維新の会にやらせてもらいたいんです。大徳田さん、今までね一生懸命やってきましたよ。いわゆる自民党でもない、協会団体の利益を追求する自民党でもない、それから、まあ、あの民主党ですか、労働組合に支えられた民主党、あそこでは、ね、改革できないです。そこでもない、まさに第三極の立場でしがらみのない政治をやってきようとしてたのが小徳田さんであり、そして柳田さんであり、どこの政党なんですか。日本維新の会。ちょっと待ってください。これを言いたくて来たわけじゃないんですよ。だからそういうこと、だからね、この徹底した改革をやっていくっていうのが必要なんです。で僕は民主党でちょっと思い出した、これだけ言わせてください。今あの国会ではいろんなね偉そうなことやってるじゃないですか、プラカードを持って。僕は国会議員だから知ってるんですよ。あのプラカードってね、大体なんちゃら委員会ってテレビが入る委員会あるんですよ。そういうところでもう完全にもうあんなの、なんていうの、ドリフ大爆笑みたいな、ドリフ大爆笑は面白いけど、まあ、面白くない意味で一生懸命パフォーマンスじゃないです。何にも現実が変わってない、単に批判するだけ、それだけじゃないです。民主党は、立憲民主党は要はここに労働組合にも支えられてるでしょ。これだと絶対に改革できないんです。これはもう橋本さんの時代、僕の時代、松井さんの時代でやってて本当に身に染みと思います。要は税金の差配をしているのは役所、その中で役所で一生懸命いろいろやってる、甘くない先もどんどん作っていくのが役所、役所に支えられてる政治家なんていうのは、いや公務員労働組合に支えられてる政治家なんていうのは公務員改革なんか絶対できないですよ。当たり前です。選挙で応援受けてるんですから。甘くなり改革なんかできないです。当たり前です。選挙で応援受けてるんですから。でも甘くなりにいらないお金渡してるの、払ってるの誰なんですか。公務員じゃないですよ、皆さんです。納税者の皆さんじゃないですか。こんなのおかしいよ絶対。だから徹底的に僕たちは労働組合と戦いながら改革をやって、そして財源を生み出してきたんです。大事なのは改革をやって財源を生み出すことです。政治家の仕事って何なの、政治家って何のためにいるの、これは役人ができないことをやるのが政治家の仕事なんです。役所ができないこと、役人ができないことをやるのが政治家の仕事ですよ。単に増税するだけだったら財務省の官僚にやらせときゃいいじゃないですか。そんなのね、誰でもできる。政治家は任期がある。もしね、任期で仕事できなかったら振り切ったらいいんですよ、皆さんの力で。任期がある。
人気があるからこそ役所でできない改革を徹底的にやるのが政治家の仕事。改革をして財源を生み出す、役人ではできないことをやるのが政治家の仕事なんです。賛否両論あっておかしなことは取り上げて正面からぶつかっていくのが政治家の仕事じゃないですか。それどこの政党がやるんですか。日本維新の会、はい、これマイナス500。いや大丈夫ですか。いやね、本当あのこれはこういう本当これはね、仏田さんと柳川さん、奥山コンビで同居やってますけど、非常に厳しい戦いです。あとでもあともうちょっとのところまで来てるんですよ。もうちょっとあの日程民主党 の、ね、候補者の背中が見えるところまで来たんですよ。ぜひ東京の皆さん、皆さんが納めてる税金、おかしな使い方をするのはもうやめましょう。で改革で財源を生み出す、これを徹底的に国会で追及していく、国会に提案していく、そういうことをぜひやっていきましょう。これからの時代、どん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 高齢化社会になっていく、子どもたちの数も減っていく、そんな時に今までのようなやり方をやってたらダメ。高齢者の皆さんをお支えするためにも若い世代、現役世代が元気にならなきゃ、そっち側にどん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 投資して元気になってもらえるようにしなきゃ。じゃあその財源は増税でやるんじゃなくて改革で財源を出す。ぜひこれをやらせてくださいよ。特定の業界にばらまく政治じゃなくて改革をして財源を生み出していく。これは大阪府知事としてこれからも一生懸命やっていきますけれども、国会に行くことはできません。国会に行けるのは国会議員なんです。改革をするのは国会議員がやらなきゃいけない。そのメンバーを一人でも二人でも増やしてもらいたい。そしてこの東京においてはおときたしゅんさん、ありがとうございます。山中さん、ぜひねこの二人をお願いします。この二人は我々維新の会の同志仲間です。ぜひ皆さん改革を進めていくためにこの二人をよろしくお願いします。そして皆さん徹底的に改革をしていく、頑張りましょうね。今変動会、やりの会、皆さんぜひ踊り子さんと柳川さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴え、大阪府知事、そして大阪維新の会代表代行、吉村博文さんからのお訴えでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうも、柳川さん、柳川博文と同じ名前、珍しいですね。吉村博文、柳川博文です。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてなんと今日はびっくりすることに、本当にびっくりすることに、堺市長いいですか、そういう案内いいですか、働き投資、はい、堺市長の長藤秀樹さんが応援に駆けつけていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。暗いです本当に。ぜひ長藤さんがちょっと一言お願いします。ありがとうございます。一言だけお話をさせてください。堺市長の長藤秀樹です。1ヶ月ありがとうございます。1ヶ月前に堺市長に就任をしまして、まだ1ヶ月なんですが、皆さん堺のイメージどうお思いですか。堺の街、歴史がある、仁徳天皇陵古墳、世界遺産になった、いろんなイメージがあると思います。でもその歴史の街というだけでなかなか変わらなかった。それがこの1ヶ月間で大きく変わろうとしています。この1ヶ月間ですね、吉村大阪府知事と話をしながら過去の10年間の姿勢で動かなかったことを一つ一つ課題を解決していく、これまで大阪府知事と堺市長ほとんど話ができてこなかったんです。でも一つの市だけで解決できることなんて限られています。ここを今大阪府知事と堺市長ががっちりと連携をして大きく伺っていく。皆さん今回の参議院選挙、皆さんに応援をいただきたい、日本維新の会を応援いただきたい、その理由はただ一つ、実行できる政党は日本維新の会しかないからです。これまでいろんな政党、政治家、選挙前になったらあれをやります、これをやりますと言ってきたんです。定数下げます、報酬下げます。でもどうですか、今の国会議員、定数下げてますか、報酬下げてますか。私たちは大阪でやってきた、口だけでなく実行してきたんです。だから橋下徹さん、
創設者がいなくなっても大阪で高い人気を保っている。それは靴だけではなく実行してきたからなんです。皆さん、この国政政党で実行できる政党はどこですか？日本維新の会。やってみたかったんです。ありがとうございます。さあ、ね、皆さん、外交、安全保障、経済、教育、消費税、いろんな問題ありますよ。でも日本維新の会にぜひ一度国会議員選んでいただきたいんですよ。この東京選挙区から選んでいただきたい、比例から選んでいただきたい。必ず期待に応えることをお約束をいたします。皆さん、大阪で行ってきた改革、この国でも大きく日本のために変えませんか？よろしくお願いします。ありがとうございました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 。ただいま飛び入りで、ご参加いただきました堺市長長藤秀樹、長藤秀樹さんからの応援演説をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、次の来週の日曜日が投票日です。ぜひ皆様、日本の改革を進めていくのが日本維新の会。東京選挙から立候補しました、おとしたしゃ、全国比例から立候補しました、柳瀬ひろふみ、大阪府知事の吉村ひろふみ、堺市長の長藤秀樹、どうぞ皆様の応援をよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました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 。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は大阪府知事、大阪維新の会代表代行吉村博文、吉村博文、そして堺市長長藤秀樹、堺市長長藤秀樹さんも駆けつけていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これでこの場所での外交演説会を終了させていただきたいと思います。この後マリオ前に向かって、進んでいきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。